偷懒那夜苦难你的苦苦啊萨苦啦麦卡爱那好哦不卡啦嘿爱那哈嘿Kau lana ia kou nani で、その今の先生に私聞いたのが、本とか見るとこの曲線に切り込み2ミリとか、私もこのとんがり出したいからここにパチンとハサミを入れると、さらに細くなるので、今何も切り込み入れないで1枚まつって、それの方が失敗ないかと思うので、とりあえずこの今の実線を切って切り落としてみてください。うん、こうやって沿わせれば、こう下がのりでついてるので失敗はないです。で5ミリで書いてくださったと思うので。で、あとは色を変えたところ、こことここが色が変わってるから、こういうところは要注意なんですけど、うん、色が変わってない一枚布は、例えば多く切ったとしても、こっちでも調整できるので、間違いは絶対しない。うん、だから、色が変わってるとこだけは、ちょっと、グリーンが出たりするので、そこをできれば皆さん今、カットしてほしいです。それは5ミリでカットしていいの？この今書いた線の上でいいです。その色変わってるところも。もちろん、うん、はいはい。多くすると結局邪魔で折り込めなかったり、線が太くなってもう一回切らなきゃいけないので、そこは5ミリでいいと思います。はい、ありがとうございます。で、折り込みは2ミリで折れますよね。5ミリの布が残ってるから。はい、ありがとうございます。で、向こうからも来るから、実質線も。できるか。楽いただく前に私頑張って作る。先生がビーズって言うからこれちょっとつけてみた。ビーズ。ほうほうほう。あんなカプワナラのカプワマイ。